こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームハムチーさんからになります。ハムチーさん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。いつも素晴らしいと感激しながら拝聴させていただいています。人の願いは叶えてもらえるものなのでしょうか。世界平和的な願いは届くかもしれませんが、個人的なものはエゴなものとみなされ、無視されているのかなと思う日々です。そんな風に思うから余計に苦難を振り分けられるのかなと罰当たりなことを思ってしまいます。いつも本当にありがとうございます。ということで、ご投稿いただきました。ハムチーさん、ご投稿ありがとうございました。はい、ですね、まあこれは神仏とか、まあ、神社とかそういうところでの、まあ、願掛けの話かなと思うんですけどね。まず誤解されてるといけないので、まず願望成就のお祈りというものが、まあ、されると思うんですけども、これはダメなのかと、個人的な願いはダメなのかというまあご質問だと思うんですけども、まあ、ダメじゃないです。別にダメではないということは言えるんですね。まずただし、考え違いしてはいけないのは、願望を成就させるのは神様や仏様や、あるいは守護霊、あるいはもろもろのそういったハイエンドな神霊ではないってことなんですね。願望成就、自分の願いであれ、世界平和という大きな願いであれ、それを叶えるのはその人自身なんですね。ここを間違えてはいけないということがまず一つ言います。願望成就をするのはその人自身なんです。で、じゃあ神仏、あるいは神霊、あるいは守護霊、あるいはこうハイエンドなそういった霊的な存在が何をしてくれるのかというと、例えばその願望にふさわしい、ね、行動が取れるような気づきとかね、要はその願望が今実現してないのであれば、それに対するうまいアプローチができてないってことですね。つまり行動だったり、あるいは気づきね、知恵とかね、どうしたらいいのかわからない、つまりそれを実現するために必要な気づきがない。そうするとですね、全くこう意味のない努力を繰り返してしまったりとか、あるいはマイナスの方向に行ってしまうような振る舞いをしている場合がありますから、それに気づかせてくれるっていうね、そういったバックエンド的な助力ですよね。あと環境を整えてくれるとか、なんとなくそのね、例えば英会話を上達したいですって言ったら、なんとなく英語を使わなきゃいけないような環境にどんどん引き込まれていくと、ね、会社で今まで英語なんか使ったことないんだけど、もうちょっと外国人の、ね、こう相手をする部門にちょっと行ってヘルプでな、ちょっと手伝ってきてくれ、な、ちょっと英語が必要だから若干英語勉強した方がいいぞなんてね、言われて、まあ、そういうところで働かざるを得なくなるとかね、まあ、そういう環境面でこうちょっと変わってくるような、ね、働きかけがあったりとか、そういったまあご縁、ね、まあ、英語が上達するようなご縁、いい例えば英会話教室友達から紹介してもらったとかね、たまたまテレビ見てたらなんか今までの英会話教室でダメだった人がどんどん上達しているっていうね、英会話のメソッドが、ね、ある英会話教室の宣伝やってたと。ですごい資料請求したらものすごく良くて、で行ったら結構良かったというような、そういったご縁を結んでくれるようなね、働きとか、そういった感じでバックエンドなねものが動き始めるんですね。まあこういうの引き寄せの法則のところでもちょっと話しましたけども、まずその人に必要なものがいろいろと起こってくる、その兆しみたいなものを自分で受け取って、自分で願望成就のために働きかけるんですよね。だから最終的に願望成就はその人自身なんであって、自分自身なんであって、それが例えばエゴとかじゃなくて、例えば世界平和でも同じなんですよ。世界が平和でありますようにって、その祈りはものすごく志が高いかもしれないし、純な素晴らしい真心のこもった祈りかもしれない。だけども世界が平和でありますようにって言って、で次の瞬間適当に普通に生きてると。ね、それを聞いた神様はじゃあどう思うのかっていう話ですよね。あるいは仏様はどう思うのかと。ああ、世界平和ね、と。まあ願いとしては素晴らしいねと、次元高いねと、だけど君じゃあ世界平和
を願うのはいいけど、君自身じゃあその世界平和に向けて何をするのっていう話になってくるわけですよ。じゃあ世界平和に対してこう動けるように、まあそのいろいろと気づきや環境を与えてくれるけども、自分はでも世界平和なんて無理だし、何もできることはないんで、神様なんとかして、ね、世の中から戦争をなくして、でも私は何もできないから日々の生活するだけです、だともちろん世界平和なんかなるわけないですよね。もちろん世界平和という大きな次元のお祈りというものはなかなかその結実するのにはものすごい時間かかりますよね。まあ未だに世界平和実現できてないわけですから。ただし少しずつ少しずつ戦争はやめようねみたいな、なるべくその少なくとも殺し合いみたいになっちゃう状況は避けようねと、外交的なこうバチバチやり合うのはまああるけど、本当のこう砲火を交えるようなね、砲火を交えてミサイル飛ばし合うみたいなのはやめていこうねっていう方向には徐々に徐々に動いてるわけだけども、まあ、なかなか世界平和は実現できてない。だけどもじり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 でもそういう方向に向かっていくのは、そういう努力をやっぱりしていかなきゃいけないよねっていう意思と対応の努力をしていくから、じり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 少しずつ少しずつこう迫っていくわけなんで、神様にお祈りをしたら急に次の瞬間にあの世界が平和になってるとかね、ありえないわけですよね。これは個人の祈りでももちろんそうです。結婚したいんですけどどうぞ結婚できますようにって言ってね、目開けたら急にバージンロードを歩いてるとかねそんなことありえないわけですよね。やっぱりそこから相手を見つけるとかね、ご縁があってお付き合いして、その中でこう自分の人格的なものを磨かれたり、能力的なもの、結婚にふさわしい能力的なものを磨かれてったりとかね、磨かざるを得ない環境になったりとか、そういう知識が、ね、学ぶ機会が多くなったり、それをつかみながら自分なりにこう切磋琢磨して最終的に良いご縁をつかむと、ね、それが願望成就の真実なんであって、神様や仏様や神霊や守護霊やそういった存在が、はいはい分かりました、あなたの願いこれですねってくれるわけではないということなんですね。なのでもちろんお祈りにも、もちろんあれですと次元の高いお祈り、個人的にもうすごくあの人生の生活感密着したお願い、いろんな次元はあるし、いろんな次元があっていいんですよね、なので別にその次元が低いから叶えてくれないということではない。叶うっていうのはあのやってくれるという意味ではなくて、それにふさわしい助力が得られるという意味なんでね、そこはまず一つ押さえておく必要があるかなと思います。でもう一つ大事な点は、やっぱりどの次元の神殿、神殿にもいろんな次元があるんですね。神殿はすべからく我々よりも次元高いですけども、だけどもそれでもやっぱり我々の日常生活的なことを細々としたものを結構聞いてくれる存在もあれば、あまりそういうものをまあその聞いてくれないというよりもちょっとその担当が違うというか役割が違うんですね。でまあ例えばそれをこの世的なまあありようで説明するならば、例えば良心的なものすごくいい親戚のおじさん、面倒見のいいおじさんと日本の総理大臣ね、まあ別に現職の総理大臣をイメージしなくてもいいですけど、まあいたとしましょうと。総理大臣は日本国全体のことを考えるわけですね。日本の 国にとってどうあるべきかとかね、で日本がどうあるべきか、どういう方向で日本を舵取りしていくべきかっていう役割を担っているのが総理大臣で、親戚のおじさんはまあ親戚のね縁ある、まあ甥っ子だとか姪っ子だとか分かんないけど、あの自分の子供だとかにとっていいことは何だろうっていうふうに、まあ、良いおじさんは考えるわけですよね。で個人的な願いを、例えばいきなり内閣総理大臣にね陳情書書いて、すいません私結婚がなかなかできないのでどうにかしてくださいって言ってもね、結婚できないんだね、あそうと、まあそもそも届かないかもしれないですけどね、届いたとしても、まあそれはあれか、日本の国はなかなかこう結婚できない状況があるのかと、それは何でだろうと、経済的にちょっと落ち込んでるからなかなか結婚できないのか、じゃあ日本の国内を経済的にね活況 にしていって結婚しても大丈夫なように経済を盛り立てていかねばなって考えるかもしれない。一応聞いてはくれるかもしれない。だけどもそれ直接的にじゃあこんなご縁ありますよとかね、総理大臣がさお見合いの写真を持ってきてくれるってことありえないわけですよね。日本の国家として一応考えるから、
まあ、一応受け取った場合には、うん、じゃあ日本国内の結婚のね、あの婚姻率を上げるためには何が必要なのかっていうふうに考えるわけです。じゃあ親戚のおじさんに、ね、結婚できないんだけどどうしよう、結婚したいんだけどなかなかいい人出会えなくてって言ったら、うん、そうか、じゃあおじさんのつてを伝ってね、あのちょっとそういうね年頃のお前と会いそうな人を連れてくるからちょっとお見合いしてみるかという話になったりするわけですよ。ってことはどっちの人にお願いすべきか、ね、って言ったら、やっぱり総理大臣にお願いしてもいいけど、総理大臣が叶えてくれるのはもっと大きな次元での話ですよね。さっきも言ったように日本国内の婚姻率を上げるには何が日本国として足りないかっていうね、そうして、だけども親戚のおじさんだったら見合いを紹介してくれたりするわけです。まあ、どっちがいいのっていう話なんですね。だから自分の願いの次元が、まあ、自分の個人に立脚するものであればあるほど次元の低い、ね、次元が低いから悪いってことではないんで、何回も言ってますけども、ね、より近しい存在、例えばスピリチュアル的に言えば守護霊がそうですけども、守護霊ってのはかなり守護霊の中にまあレベルがあるんですけども、それでもかなり身近なものを聞いてくれるっていう存在いるので、そういう存在に積極的に働きかけるっていうのが結構大事になるかなと。どうしてもその結婚したいんですって言ってね、伊勢神宮の内宮でねお祈りしてもなかなか難しい部分はあるわけですね。だけども結婚したいんですって言うんだったらば守護霊の方がまだいいと、あるいはうぶすな神社とかね、身近なうぶすな神社とかの方がいいというふうに言えますね。で、逆に世界平和のお祈りを守護霊とかに、まあしてもいいですよ。守護霊に世界が平和になりますようにって言うと。そうすると、まあ、親戚のおじさんに世界平和でありますようにってね、おじさんなんか世界、ね、戦争ばっか起きてて困るねとね、もっと仲良くできないもんかなというふうにおじさんの友達は、まあそうだよな、お前そういうね、高い、ね、視点でね、物事を考えるのは素晴らしいぞと、ね、いいことだね、お前も成長したと、よしよしと言ってくれるけどかもしれないけど、親戚のおじさんとしてはどうしようもないわけですよね。もうそういう願いはさ、お前そんな志が高いんだったら将来そういった世界平和に関わるようなね、まあ、仕事を目指したらどうだとかね、いう提案をしてくれたりとか、まあ、そういう願いがあんだったら、あれだ、内閣総理大臣にこう陳情書書いてみたらどうだとかね、そういう知恵を与えてくれとかね、ことはしてくれるかもしれない。だけども、直接的な動きとしては親戚のおじさんはどうしようもないわけですよね。だそういうことがあるので、自分の願いがダメとか、世界平和はいいじゃなくて、その次元によって、その次元の、ね、見合ったその存在にお祈りをするっていうのがいいかなとは思いますね。なので、まあ、今回申し上げたのは2点ですね。願望実現ができないというのは、まず自分がするんだよっていうこと。で、まず、そしてまたタイムラグもあるよねっていう。まあ、ちょっと3点になっちゃうかな、そうするとね。タイムラグも、だから大きな願いだったり、今の現状から遠く離れた願いであればあるほど、まあ、ちょっとタイムラグがあるよねっていう話も、まあ、あると思うんですけども。まずは基本は、何にせよ自分が実現していく。神仏が叶えてくれるわけではない。神仏が叶えてくれるという意味は助力を与えてくれるよねと。だからその助力をそうしっかりと掴み取るというね、そういう気づきに気づく、ちゃんと気づきを与えてくれていることに気づいていく。ややこしいですけど、でサインを見逃さないとかね。で環境の中で自分自身もいろいろと動く、ね、そういう自分がやっていくんだよっていうね、主体的意思というものがないとダメだというのが一つ。もう一つは、その次元のお祈りの次元、その願いの次元によって相談を持ちかける相手を考えましょうっていうね、いう部分ですかね。まあそんな感じですかね。この大きく分けると2点、まあ、タイムラグを含めると3点かな、をまあちょっと考えてみるといいかなとは思いますね。まあそんな感じで今回はですね、ご投稿でそのね、まあ、世界平和とかは叶うけど個人的なものはダメなのっていうね、なかなかうまくいかないんだけどという、まあ、ご質問だったと思うんですけど、まあ叶う叶わないで言ったら叶わないことはない。だけども叶える、本当の意味でそれを叶えるのは神仏じゃなくて自分自身ですよということと、まあ神仏にもいろいろと得意分野役割
次元、いろんなものがあるので、それをまあ鑑みてお願いすると良いのではないかなということで、今回のお話を締めくくらせていただきたいと思います。ということで、今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。